彼女が白雪姫か。あら、あなたは？驚かないのか？光を感じる。やはりこの娘も純粋な光の心を持っているのか。何かご用かしら。マスターゼアノートという名に心当たりはないか。ゼアノート、聞いたこともないわ。そうか。アンバス。おい待て、一人では危険だ。邪魔をするな。見失ったか。白雪姫もマスターゼアノートのことは知らないと言っていた。残る手がかりはやはりあの鏡だけか。
よくもおめおめと戻ってこられたものだな。何のことだ？うん。なぜ白雪姫の心臓を奪わなかった？最初からそんなつもりはない。お前は自身が光と言ったが、白雪姫を妬むその心は闇に染まっている。私が闇だと？鏡の男よ、このものを鏡の中に飲み込んでしまうのだ。できません。私は問いかけに真実をもって答えるのみです。ん？私の命に従わぬか。戻った。鏡に消えてもらいたい。マスターゼアノートの行方を。鏡の男よ。ゼアノートとやらはどこにおる？その姿は光と闇の彼方、古き戦の荒野に。それだけか？協力感謝する。この事件、マスターはイエンシッド様からの情報と言っていた。イエンシッド様に話を聞けば何かわかるかもしれない。